全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは。同志の森でのキャンパー取材なんですけれども、またまた非常に気になるグループがいらっしゃったんで行ってみようと思います。すいません、こんにちは。はじめまして、かなチャンネルのタナと申します。よろしくお願いします。あのちょっとあれこれ聞いていきたいんですけれども、はいはい、まず今日はどういうグループでキャンプに来られたんですか？ここが旅仲間で、はい、でここが、はい、あの幼馴染です。幼稚園ぐらいからの幼馴染で、フットサルで同じ大会に出たことがあって、3人で、そうそうです、3人とも他の人で出たことがあって、もうそこからのつながりです。よくキャンプにいらっしゃるんですか？3人で来ますね、よく。最近3人で行き始めて、はい、3人だと多分4回目ぐらいで、はい、それぞれあのキャンプ歴はどれぐらいなんですか？1年ぐらい。ちなみにどれぐらい？彼に誘われてなんて1年未満ぐらい。あ、そうなんですね。じゃあやり始めたわけですね。そうです。で、誘って、はい、まあちょっとハマって、そうですね。で、もう同時にやり始めた。同時にやり始めた。幼馴染同士で。そうですね。後で車もちょっと聞いて、あれ誰の車ですか？車はもう分かる。そうなんです。いつもじゃあ、あのジープで。大体そうです、ね。ソロキャンプとかもされるんですか？それぞれ。ソロは最初にちょっとやって、最近できてないですね。でも最初の方はちょっとソロ2、2回やってて、はい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 。最近はグループの方が多いですけど、でも多くてもこのぐらいなんですね。あ、3人ぐらいで行かれるわけですね。今回の、まあ、いろいろ、まあ、テントがあったりハンモックがあったりするんですけど、ハンモックの持ち主はどなたですか？ハンモックじゃあハンモックで基本寝ると。そうですね、最近もあの夏でテント張ると暑いんで、夏はハンモック。夏はハンモックで、テントもお持ちなんですね？持ってます。テントはちなみに何を使われてますか？テントはでもあの山よく行くんで、はい、山からキャンプに行く。登山をされていたんですね。もともと登山やってて並行してキャンプも始めて、はい、今テントはモンベルの山岳用なんですけど、はい、ステラリッチとか。そうです、そうです。まさにそういう感じで、はあはあはあ、だからちょっと今群膜を買おうかなと。あ、そうなんですか。ちょっと武骨な、武骨な、まさに武骨ソロキャンプをやろうと。して、はい。ちなみにあのこちらのハンモックは、これはどちらのメーカー？これあの DD ハンモック。 DD ハンモック、はい、有名。どうですか DD ハンモック、寝心地？もうしっかりしてるんで、うん、あの全然快適に寝る。快適ですか、はい。で、今日はサーマレストのマット1枚と寝袋は今日使う？いや、もういらないと思って、うん、もうタオルケットみたいので寝ようかなと。まあ、あとあの蚊帳だけ貼って、はい、ジャケットもあるんで。なるほど。で、まあ蚊帳だけ貼ってから大丈夫。うんうんうん。あとタオルもあるんで。なるほどですね。それにしてもいい場所を取りましたね。1時間前からずっとこうやって待ってて上で待って。そうなんですね。いや、ここめちゃくちゃいい場所ですよね。僕も一回泊まったことあるんですけど、あの ここはなくて。あ、そうなんですか。そうなんですよ。翌日朝見たらここが一番良かったなと思って。いいですね。で、今これは何を作られてたんでしょう？ペッパーライスみたいなの。ペッパーライス。あのちょうど昨日あの山ハックに山飯みたいな感じで出てきたんで、はい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 、それに触発されて。お料理担当みたいなですか？基本この人です。はいはい。で、これはちなみにこう焚き火台は？これあれピコグリル、ね。ピコグリル。軽いやつですね。軽いやつ。で、その上に置かれてるのが、これはあれです。あの彼の。これはもう普通に家で使ってるやつなんですよ。フライパン。あ、そうなんだ。まあまあまあ使えるものは使っていこうよと。ちょっと今はキャンプ用に使ってるんですね。ボンゴがヘオゴニア。ヘオゴニア。なんか正直自分的にあんまり使いやすくないです。ちょっと開きにくかったりとかですよね。コツがいるというか。みんな結構レビューが高かったんですけど。なるほど。ちょっとあんまり。多分なんかデザイン性とか、そうなんですよ。ヒロシさんがもともと使われてたんで、流行ったというか。なるほどなるほど。うん、僕も実際持ってるんです。あ、そうなの。はい。キャバ僕小さいんで。そうなんですよ、自分もちっちゃいんで。ちょっと使いにくさはありますね、正直。アルミのやつの方がもう正直使いやすいんじゃないかっていう。普通のトングです。普通のトングの方が使いやすいんで、はい。それはあのあるあるですね。あるある。で、ちょっとこの辺りのこうツールなんですけれども、これはもう剥き出しのナイフがありますけれども、これはどこのでしょうか？いや、これどこなんだろう。でも、これどこで買ったんですか？いや、もう本当アマゾンで。アマゾンで。あの、いろいろレビュー見ながら、特にブランドとかにこだわりはなくて、うんうん、これちなみにおいくらぐらいでした？4,000円ぐらい。あ、4,000円。初めての時からちょっと使ってるんで。あ、じゃあ1年間ぐらいも使われてるわけですね。そうそうです。で、基本的にこれで、あの巻き割ってパドリングするわけですね。そうです。あと、デザインとか。なるほど。で、まあナタがあって、ノコギリあって、で、ヤカンがどこだろうな。これはアルミのトランギアとかですか？トランギアだ。あ、これトランギアですか？トランギアだ。よくわかりますね、トランギアです。あ、僕も持ってるんです。
そうなんですか。全く一緒の持ってて、でこのテーブルも持ち主そうです。キャプテンスタック、キャプテンスタック。もう一個焚き火台があるんですけど、これはロゴスですね。あ、ロゴスの焚き火台。焚き火台、これはまあじゃあ最初からずっと使われてるんですか。そうです。最初まあ一通り揃えようかな。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、はい、買いました。どうですか、お使い心地は。なんかやり方が下手なのか分からない。ちょっと苦戦してます。あ、そうなんですか。なんかどういったところがちょっと苦戦ポイントですか。火をなんか必死でやるのがなんかもたせてるみたいな。ああ。はい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 。そんな感じなのかな。なんか常に継ぎ足さなくちゃいけないみたいな。まあ、自分のせいですし。開けてないから巻き入れにくいってのもある。まあ確かに確かに。あ、まあでもこれをずっと使われてるわけですね。そうですね。で、皆さんそれぞれ GoPro を持ってきて、撮りながらみたいな感じなんですか。もう基本的にそんな撮ってる時間ないですよね。なんか基本的にもう好きな食べて気が向いたらみたいな。山とかでも撮られたりするんですか。まあ、山はあのバックパックにつけてキャプチャーみたいなのでやってるんで、なんかそのキャンプだとこっちに集中しちゃってこっちに使う時間が全然ないんで、まあ、キャンプを楽しんでもついでにまあなんかちょっと撮る時があるかもなみたいな。だからまあもうちょっとちゃんと動画撮れたらいいなと思ってるんですよね。だから YouTube とかもやられてるんですか。いや、YouTube とか全く見てないです。記録として記録として動画編集とかで残したらいいなと思ってるんですけど。そういうことですね。思ってるんですけど、なかなか。あの、撮っておくとね、いつかこう使えるかもしれないんで、あの時のあれがあっていう。いや、本当に。このタープなんですけど、これは撮れるのか。これも私なんですよ。これもあの DD、ハンモックのタープ。DD、これ結構大きいですね。これ 4×4 ですかね。あ、4×4。3×3 とか。はい、迷ってたんですけど、1人だけじゃなくてこうやって3人とかにクーラーとか 4×4 にされたわけですね。はい。そのテーブル、こっちのは誰のですか。私はもう、これはどこのですか。フィールドドアだったんですか。あ、フィールドドア。フィールドドア、これおいくらぐらいですか。これ8000円とかですね。8000円だ。これなんか竹素材とかそういうのですか。木製なんちゃらなんとか、なんか色味がいいなとか。そうですね。はい、で、これはこれも僕のなんですけど、これどこだったか。調味料ボックスみたいな。スパイスボックスっていう。で、この上のこれは誰ですか。もう僕のなんですけど、それはまあロゴスの LED です、ね、LED ランタン。ちょっとつけていただいてもいいですか。どんな感じですか。すいません、このあ、はい、フレームタブルの右に回すと、このなんかちょっと揺らめきみたいな。なるほど。これ今は揺らめき。そうですね。これを回すと反対に回してもらうと普通にあの明るい。結構明るいですね。明るい。じゃあランタンは皆さんでこれ今日他もう一個あるんですけど、はい、あ LED。 そうです LED。 あれですね。あ、それはちなみに誰のでしょう。これは私のです。ジェントス。ジェントス。あ、結構明るいですよね。明るいです。明るいんですけど、まあ、正直ちょっと趣のあるやつが欲しいですよね。あ、雰囲気が出るやつ。あのオイルランタン的なの。テントの持ち主の方に、もしよろしければ、ちょっと一緒に来ていただいてもよろしいですか。フィールドドアですかね。そうです。おー、あの中を見たいんですけど。あ、どうぞ。そっち空いてるんで。あ、あちら側から。これはワンポールテントですか。そうです。これがワンポール。おー、ちょっと失礼します。お、結構広いですね。そうですね、意外と。へー。あ、でここで、まあ、言うたら3人とか余裕で寝れますね。そうっす。まあ、今日はハンモックで雨降ってきてやばかったところで入っちゃうみたいな。あ、3人で寝たこともあります。3人はないっす。はい、2人は余裕。2人は余裕。うーん、結構広いですね。これちなみに4人用とかっすか。4人用とかだったんですか。あ、これおいくらですか。これでも3万ちょっととかでしょ。3万ちょっとで。なんか雑誌であのコスパ抜群で、安いけどしっかりしてる。設営はどれぐらい時間かかります。今日3人がかりだったら、まあ、10分かかんないと。もう一瞬ですね。難しくないです。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとあのさらに最後に気になるあの車に突撃させてもらいたいんですけれども、はい、ちょっとじゃあこちらよろしいでしょうか、はい、皆さんかっちょいいですね。これはちなみにこう何という。これジープラングラー。ジープのラングラー。特徴としては何か。ジープって言ったらまあこれが結構多分象徴みたいな感じです。あ、山の奥までガンガン行ける感じですか。結構やっぱまあ山とかキャンプとかは基本的に。あ、そうなんですね。今これ乗り始めてどれぐらい乗ってるの。1ヶ月くらい。あ、1ヶ月。新車で。いや、中古。中古で。おお。ずっと狙ってたんですか。買い替えようかなっていうふうにいろいろ調べて、うんうんうん、まあ色とか、あの電池とか
投稿する。なるほど。まあ、見た目で。ああ。ちなみにこれは何かこう改造されてたりしたんですか。いや特にしてないです。でも ほぼほぼ純正というか。そうですね。これ以外に何かこう検討されていたものとかってしたんですか。やっぱでも SUV を思う。最初はそんな国産でいいかなと思ってたんで。ああ、ランクルとか。まあランクルとかやっぱかっこいいんで。うんうん。やっぱまあいろいろ見てて、まあ、いいと思います。なるほど。まあ、最終的にはこれが競り勝ったわけですね。今1ヶ月乗ってどうですか。最初じゃやっぱり重たいのあるね。うんうん。今全然普通になる。問題ない。この前は何乗られてたの。スバルのインプレッサー。インプレッサー、うん、じゃあこれからどんどんキャンプに行きたくなりますね。生かしていきたい。これは今回3人乗って、うん、この荷物も全部乗せられたと。あの全然、はい、全然余裕です。余裕です。あ、これサファラ。そうです。なんかラングラーの中でもスポーツとかサファラ、あともう一個ルビコンっていう、まあリレードっていうかある。このサハラっていうのは、まあ、中間。中間でスポーツかサハラ乗ってる人が多くて。あ、そうなんですか。っていう感じです。じゃあサハラを狙い撃ちされたんですか。まあ見てるうちにやっぱサハラがいいかなって感じです。やっぱちょっとデザイン性が違うと思って。そうですね、若干違います。あ、なるほど、ありがとうございます、はい。ということでいろいろとお話を聞かせていただき、はい、どうもありがとうございます。あの今日もどうぞ楽しまれてください。どうもありがとうございます。全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タラです。今、キャンプ道具ベスト10に出演いただける方を募集していますので、ぜひ DM ください。お願いします。トイレみたいな。家にあったからちょっとこれ使ってみよう。持ってったんですよ。どうでした。恥ずかしくて、車で寝ました。